福岡空港着きました。これから大分行きます。別府冷麺も有名。これ見たことないな。食べてみたい。この鶏飯も有名なのかな。だいぶ売り切れちゃってる。人気なんだな。なんか買ってこう。柚子胡椒。柚子胡椒。あ、鶏天だ。鶏天も食べたい。とりあえずお茶でも飲もうと。N カフェさんに来ました。素敵なお店ですね。今度は17日の日にジャバスクチーズケーキとカフェラテですよね、これ、はい、はい、いいじゃん、プリン、プリン美味しそうだね、はい、いただきます。すごいの、本気のバスクチーズケーキだったね、話聞いてたそうですね、うん、日本的で美味しい。こちらのお店はカフェモカ。カフェモカですね。はいはい、すみません。カフェモカ頼んだんだった。うん、美味しい。いいカフェだね、ここ。ね。初めて来ました。すごいシンプルで。カフェルはここ。あまねく。ペップすごい。ここでウェルカムドリンクやってますね。お、広。あ、これも食べれるんだ。あ、サラダ美味しそう。今日はこっちですね。今日の部屋はこんな感じ。和室だ。すごい景色が、あ、海が見えるじゃないか。すごいすごい。屋上にプールがあるみたいです。こっちかな。お、すごい。わあ、すごい。海も見えます。こっちもプール。ここ上の方が暖かいかな。広い広い、プールが広い。そして海も見える。お、風が気持ちいい。ドライヤーが全部大事。温泉すごい良かったです。すごい温まった。
水風呂も気持ちよかったですね。ではこれから講演会行ってきます。ビーズリンクさんで講演です。これが全部建物だそう。これなんか歴史ある建物だね。この講演会場です。続々と集まってきました。ただいま講演中です。ワーク中ということで終わりました。ご飯に行くんだよね。寄り道に寄り道します。これ居酒屋さん。居酒屋さん。おー楽しみ。おーやった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。炭酸水、うん、美味しい。ネギトロです。プロテンです。あ、すごい。うわーすごい。お、曇った曇った。え、これが湯豆腐の温泉版。うん、温泉で作った。温泉でしてるんですよね、うん、そうです。浅いよね、量は。量はあんま詳しくは知らないです。豆腐しっかりしてるんですね、結構。うん、不思議な食感これ。そうなんですよ。ここ本当にそう硬いわけでもなく柔らかいわけでもなくとろっとしてる。美味しい。美味しいですよね、これ。そう言われると温泉の香りがしてきます。そうそうなんですよ。夏でも干しちゃうんですよ、これ本当に。ね、ね、本当ね、うん、なんか今の季節珍しいもんね、湯豆腐。うん、うん、美味しい。これはどこのお店にもあるわけではない。これはここなんかたまに温泉豆腐みたいなのを見るんですけど、この食感はここ以外は食べたことない。不思議。カトパチです。カトリアって何なんですか。あ、カトリアってですね、そこで作ったお醤油があるんですよ。別府のお醤油が。別府の藤吉商店っていうとこ。ここは醤油の名前。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 あの、マルがカトレアがついてるってだけだ。へへへへ。出てくる。映画の人たちが来て。これ、味噌。へぇ、すごい量のみょうがだ。これは何かけるんですか。お醤油だと思う。カトレアじゃないやつ。あ、ポン酢ね。ポン酢かけましょうか。ちょっとワンベップのポスター持ってきた。白いもんばっかり。すごい大きい、めっちゃ大きい。これお好み焼きだ。モダン焼きです。モダン焼き。ありがとうございます。おいしい。だんだんぐちゃぐちゃになって最後4になっちゃいました。これめっちゃ美味しいですね。これ美味しいでしょ。めっちゃ美味しい。すごいふわふわ。すごい。ということで今帰ってきました。これから温泉入って寝ます。おやすみなさい。